今日はありがとうございました。今皆さんお感じになっていらっしゃると思いますけれども、この素晴らしい俳優さんたちとセッションのような現場で撮影をすることができました。で、今日の日を迎えられたこと、とても感謝しています。ただ撮影が終わった後で、私たちにとって大変大きな悲しい出来事がございました。葬式の岡田会長が亡くなられたことです。でも今日お見えになっていらっしゃる方もいらっしゃると思うんですけれども、とっても温かい励ましとご援助をいただきました。心から感謝しております。そして私たちはこれから5月21日の公開まで、この映画をたくさんの方に見ていただけるようにアピールしてまいりたいと思います。どうぞ皆様もご覧になって、お友達やご家族にお話しいただけましたら嬉しゅうございます。命の停車場、どうぞごゆっくりお楽しみください。ありがとうございました。ありがとうございました。命の停車場完成披露試写会舞台挨拶を以上で終了させていただきます。もう本当にすずちゃんは涼やかで可愛くて、通りさんはもうなんていうのかしら、素敵で、キリンのようにすくすくとこう成長されていて、かっこよくて、そういうお二人をいつも毎日見ていて楽しかったです。ありがとうございました。でも、まあ、スーちゃん のおじいちゃん役も一度テレビドラマではやらせていただいたこともありますので、まあ、じじとお父さんと、まあ、兼ねてますけど、まあ、本当にスーちゃんのこれ今までのこの活躍ぶりを見てると、本当にのびのびと生き生きと、なんかはっきりとこうなんか物事を言うし、立派に仕事をこなしておられるスーちゃん見てて本当に嬉しく思いますね。また松坂桃李君も本当に素晴らしい仕事をずっと続けておられるし、いろいろ作品がみんな話題になってる、大変な作品ばっかりにこうお出になってて、今の日本の映画界をある意味でこう牽引している一人だというふうに思ってます。嬉しく思ってます。